はい、漬け皿みたいのがあるんで、これは漬け皿みたいな、あ、ここですね、ここに入れるんですね。でバックルをギュッと、バックルをギュッと上に、うん、そうそう、へえ、これは南極でも使える。あ、そうなんですか。ウィンチョンの時はこれ使わないんですよ。南極極点に歩いていく人とかは、ええ、みんなこのテント使うんですよ。このテント、はい、このテントですか。このテント、もう同じメーカーの、これ有名な、なんかヒルバーグっていうスウェーデンの有名なテント。スウェーデンのヒルバーズ、ヒルバーグ、これが多分世界で一番いいと。あ、本当ですか。日本にはないのは、ええ、高いから買えないんですよ。で、仕入れ価格が高いんで、小売店が輸入しないんです。あ、このテント自体が高いんですか。高いんです。これな、どこら辺がこう、ね、まずね、ノースフェイスなんかのテントよりもこの引き裂き強度が6倍ぐらい強いんです。この辺りの、はい、布のですか。はい、日本ではじゃあ売ってないんですか。売ってます。 A&F っていうとこが輸入してて、それ僕はスポンサーを受けてるんですけど、これ本当に買っちゃうと高い。15万ぐらい。これこのテントで、はい、高いでしょ。高いですね。モースだったら8万ぐらいくらいですけど、これはしかもあれなんですか、なんか、ゴアみたいなんですか。ゴアじゃない、これでもね、コーティングシリコンコートしてあって、まあ、いわゆる完全防水。え、そうなんですか。なんですよ。だからちょっと内側で引いたりすると蒸れるんですけど、でもまあ、全然大丈夫です。この大きさが結構主流なんですか。いや、これ一番でかいやつ。はあ。これがね、4人用で4人寝られるんですけど、3人ぐらいで使うのがいいですね。これどうなってたかな、洗濯するとき紐外したんですけど、ちょっと待ってください。本当にエアコン価格あって砂ぼこりがすごいんで、ファスナーがダメになっちゃうんですよ。ファスナー噛んで、砂噛んじゃって、それで一回一回洗うんですけど、洗濯機だとね、ちっちゃいから、汚れは落ちるんですけど、その落ちた汚れが排水口までいかないんで、また乾くと汚いっていう。これ洗濯機で洗うんですか。洗濯機で洗いました今回。こんなの入るんですか。はい、家庭用。結構でかいですけどね。でかいです。でもまあ80リッターぐらいの洗濯機なんです。これで、これはあの普通のドームテントみたいに自立しないんで、はい、ここをですね、こういうので止めてやる必要があるんですよ。で、まあこれからは大事っていうか、まあ今雪が柔らかいんで、はい、なっちゃうんですね。だからこれだと全然効かないわけですね。はい、ここに穴が、この間で深くして、はい、刺さない。刺さない。刺したらもう抜けちゃうんで、雪が硬ければいいんですけど。はい。ここに体がつけた。おお。まず両側を止めて。はい。でこれはですね。はい。埋めちゃう。埋めちゃいます。ちょっとよく固まるんで。またこれあんまりやると凍っちゃって。あ、今度取るときに。回収が難しくなるんですけど、まあとりあえず。取れないっていうのが大事なんで、じゃあこれどこでも自立、夏もどっかしらで引っ掛けるってことですね。夏はね、今回なんか石がいっぱいあるんで、石を、ちょっと持ってます。ヒルバー、本当だ。これか。ヒルバー。テントメーカー、これこのメーカーはテントしか作ってないんですよ。スウェーデンのもともと漁師さんのテントを作ってて、エベレストなんかだともったいなくて使わないですよね。もっと安いテント。あ、そうなんですか。はい、
あの紫外線で、結構劣化するんですよ。はい。で、2ヶ月が張りっぱなしになるんで。南極はこれで行く。南極は、まあ、短期に。いや、あの、ビンソンはね、多分もう、飛行機の荷物の重量がすごい制限されているので、もう南極にもう置いてあります。あ、そうですか。はい、ノースペースの近くで。これ貼ったら、はい、これのいいのは、例えばすごい強風な時でも片側だけ止めちゃえばこっちから風が吹いてればなびかせながらセッティングができるんですよ。ただドームテントの場合はこう、風の吹いてるところでやらなきゃいけない、飛んじゃうんですね。これ寝かせたまま使えるんで、できるんで、これをまずこう針をやるわけですね。これ4箇所やるんですか？これは今とりあえず2箇所立ってるので、今日なんか風ないから2箇所でもそんなにやんないんで、ここをペグでここを取ります。これ一応全部についてるんですか？それついてます。だからもうアコンカカなんかすごい風なんで、それ全部もう完璧にこうあのぐらいのでかい輪に結ばないと飛んじゃいます。これを、はい、まあ、仮止め、これ45度です。45度。息柔らかいんですけど、一回踏んで固まっちゃえばだいぶ効くので、これは全部全開で伸ばしておいてこのリングで本当にやります。でも入んないんで、ここでで、あとでこの長さ調整、あ、長さ調整するんですね。もっと柔らかい雪の場合はこのスノーバーとか、例えばスキーとかあのいろんなものを代用します。ガンガンと、はい、今回はなんか地面が硬いんで、ここにも紐をつけて、こういうのをつけて石をくるくる巻きにするんですね。はぁ、ケースバイケース、ここ持っててください。はい。で、これも持っててください。はい。で、一番これを長くして、ここを入れて45度です。本体、これ本体なんですけど、はい、中に寝るテントがつくんですね。ああ、これ外枠なのか、はい、そうか、雪がこうなってるんですよね、はい、それでこれはまあ、はい、これだけでこういうシェルター、雨とか雨よけにはなるんですけど、軽量化したいときは、冬なんかはダメなので、これをつけます。なるほど。え、夏はこのままじゃ行っちゃうんですか？いや、夏はこれまあ冬用のテントなので、あ、そうですね、まあ、夏もいいんですけど、蚊が入ってきたりとかするので、雨とかこれつけたら全然関係ない。インナーテント、これはつけっぱなしです。外さないです。あ、これ、はい、今洗濯したので。あ、そうなんですね。外したんですか？あ、ここですか？そこ、あ、これだ。それじゃあ本来はこれがこれも一緒にくっついてるってことですか？くっついてるから、さっきやる、さっきみたいに貼れば、もう自動的にこれが伸びるわけですね。できちゃうんです。暑いとこで、暗いとこで使うときは、はい、この中のこの黄色い部分が、全部メッシュでできてるのもあるんです。ああ、なるほど。これは暑いときは夏用みたい。この間ミャンマー行ったときは、はい、これよりもう一つ小さいテントにメッシュ入れてました。あ、これでテントって悪くなるもんですか？やっぱりね、紫外線が弱いんで、パリパリすると弱くなってきて、今こういう太陽こっちに動いていくんで、だからこっち側が、あ、こう動くってことですね。そうか、今度はこう来るんですもんね。はい、これでやっとけばなんか結構します。これはそういうためのマットなんですか？いや、これは下に敷くマットなんだけど、何枚もあるので、とりあえず昼間はこれをやっとかないと暑くて死んじゃうので、これね、適当なところに結びつけたり。あ、そうですか。熱がいかなくなるんですね、マットを敷くことによって。このテントの中すごく熱くなるんで、で、下が溶けちゃうんです。下が溶ける、湾曲しちゃうので、そうすると寝づらいんで、はい、それをやらないためにマットを膨らまして、どっか適当に置いとけば、その方が、そうすると、その部分が沈む。熱がいかないんですよ。あ、熱がいかなくなるんですね、下に。どうでしょう。おお、
すごい。最近そうでしょ。なるほど。で、こうテントってあれなんですね、うん、全部ここら辺で靴を脱ぐためにこうなってるんですか。そう、ここで炊事したりとか。あ、今回中でやりますけど、ええ、あのガソリンコンロとか危ないんでこの辺でやったりとか。あ、まあ今日ガスなんで、でボーボー火が昇る場合、まあ、バーベキューとかできませんけど、あの普通に炊事する分だったら中でできます。でここはね、これ4人寝るんで、はい、人間でいっぱいになっちゃうんですよ、はいはいはい、で荷物ザックとかを。あ、なるほど。置いとくスペースで、はい、いろんな感じで、まあこれ3人ぐらいだったらすごい快適で、両側からも入れるんで、あの向こうに2人分の荷物、こっちに2人分の荷物で、ガソリンコンロ立つ時はこの辺でやってると。ガスとガソリンは違うの？ガスは、ガソリンは寒さに強いです。うん、ただやっぱりこう発火性が強いんで、テント燃やしちゃったりとか、それとガッと一気に燃えちゃうところです、はい、それからもうポンピングとかいろいろめんどくさいんですよ。うん、あの余熱をやったりとかしんで、ガスはもうひねればパッと出るんで、今回ガスだってきます。この間ガソリン用はアコンカガーであのストーブをスポンサーされてるんで持ってこうと思ったら成田で募集させちゃって。あ、そうなんだ、はい、まあ、帰りに成田でもらってきましたけどね。うーん、やっぱりガスの方が手軽で、ヒマラヤなんかはエベレストなんかはみんなマナスもそうですけどガスです。うーん、あの危ないからこうボーンってなったらもう燃えちゃう。うーん、はい、ガソリンを使うところは逆にどこ？あのビンソン、寒いところ。あ、そうか、出ないとビンソン。アコンカガーなんかも地元の人はガソリン使ってますけど、僕らはガソリンコンロ持っていけないんで、ガスコンロ向こうで韓国製のガスボンベ手に入りますから。はい、ね、だから今日は風がないので、その時その時の状況によって、はい、あのどういうふうにやるか決めていけばいい。はい、今回これで、はい、かかったじゃないですか、はい、これ風が吹いてこうなるとこれ破けちゃうんですよ。なるほど。だからこういうのは、まあ、この辺のところに適当に擦れないところに結ぶのがいいです。要は当たらないところにしないとダメってことですね。そうです。何回もやってるとずっともう切れちゃうんですね。これで、まあ、水もこっちに垂れてくるし、うんうんうん、水こう来てもバーッと流れますから。うん、まあ、一番この1個は、ね、雪が大量に降るともう確実に潰れます。潰れるんですね。その時はもう三角形に、さっきの三角形に貼って、あの潰れないように。これはいいかな。石がありますね。石があるでしょ。石道へ上がってさっき言ったのはこうやって石を踏み入れる。で、奥こうですね。それ奥、あ、今回のは全部もっと巨大な石を置きます。ゆっくり残ないで、いくつもいくつも。今回はなんかはもう本当に風強いんで、このぐらいの石でやらないとダメ。あ、いつでも風が強いんですか。大体今年は特に強かったんですけど、すごい強かったですね。うん、欠点は雪と雪が乗ったら終わりです。これ。あ、今日の張り方は、はい、ですか。はい。まあ天気予報では降らないんで。うん、そういう天気も見てね、説明の仕方を変えていく。今ちなみにこういうのつけなかったとするじゃないですか、うん、はい、この子だけだと雪が来た時はこれ大丈夫です。落ちるんで。あ、か落ちるそう、はい、で風にも強いんで、うん、これはあくまでも今日よけなんですよ、うん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 、これは今中が日が当たらないから熱くならないですね、うん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 、でこれこっちに動いていくんで、ええ、これどん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 来るんです。はい、そっか、ま、とりあえず設営、なんちゃって設営ですけど OK です。こうやって掘り下げておくとテント入るときに腰が痛くなる。